アルベール・デュボア・ボワピエは、フランスの軍人、新印象派の画家である、アンデ・パンダン美術協会の創立に貢献した。天病主義の最初の導入者の一人である。パリで資産家の商人の息子に生まれた。生まれて間もなく、家族とトゥールーズに移り、トゥールーズで育った。士官学校を卒業し、軍人としての経歴を重ねた。聖のデュボア・ボワピエは、 画家としての活動を軍に隠すために1884年頃から母親の姓のピエを付加して作品にデュボア・ピレットとサインするようになったことに始まっている。1867年にサンシール陸軍士官学校を卒業した。1870年からの不仏戦争に従軍し、セダンの戦いで敗北し、プロイセン軍の捕虜となった。釈放後、 陸軍士官に復帰し、1870年代に各地の勤務した後、1880年頃からパリの共和国守備隊に勤務した。画業は公的な教育は受けず独学であったが、才能は認められた。1877年に生物画がサロンドパリに出展が受け入れられ、1879年にも出展された。パリ勤務になった後、 作風が実験的になり、1880年から1883年の間はサロンド・パリで落選した。1881年に作品、死んだ子供を,をチュイルリー宮殿の展覧会に出展した。この絵は小説家のエミール・ゾラに着想を与え1886年の小説・制作の主人公の画家の行動に反映されたとされる。 チュイルリー宮殿の展覧会は、1863年に開かれた落選展、同様、一回限りの企画であったが、ディボワピエはサロンド・パリに代わる展覧会を作る構想を持ち、他の出展者と協議し、ジョルジュ・スーラー、ポール・シニャック、オディロン・ルドンとアンデ・バンダン美術協会の創立企画者となった。組織を作り、 手早く設立主意書を書き上げ、1884年7月29日にアンデパンダン美術協会は公式に結成され、1884年12月1日に第1回のアンデパンダン展が開かれた。デュボアピエは自らの人脈を利用して会場の確保などを行い1888年まで主催者を務め、1889年まで毎年出展した。 1885年頃からスーララの影響を受けて、天病技法による絵画制作を始めるようになった。翌年には、デュボアピエのスタジオは新印象派の主だったメンバーが集める場所となった。1886年に、軍上総部から作品の出展を止め、アンデパン南美術協会を大会するように命令されたが、命令を軽視した。 アンデ・パンダン店の運営と出展を続け、1886年には、なんとの展覧会。1888年と1889年には、ベルギーの20人店にも出展した。1888年には、個展も開き、多くの出版物に取り上げられた。1889年末、軍は、デュボア・ピエを、フランス南部。 オートイコールロワール県のルピエ・ヤンブレの舞台に転属させた。命令に従わないデュボア・ピエに対する処置であったとされる。駐在地の周りの境界や風景がデュボア・ピエの最後の絵の題材となった。翌年、天然痘の流行によって43歳で没した。ありがとうございます。